今回はもう夏なので、ビールに合う、そして野菜が美味しく食べれるメニューを3品。最初はもう皆さんの大好きなもやし。でもこれってなかなかねくたってなっちゃったりとかするんですけれども、今回はもうシャッキシャキの美味しい中華風もやし担々炒めを作っていきたいと思います。いいですね、ピリ辛で、うん、もうこれ作ればもうおかずにもなるしビールにも合うし、もう簡単だし誰もが喜ぶ。はい、じゃあまず万能ネギを切っていきましょう。もう上に散らすようなのでもう小口切りに切ってください。もやしって意外と水分出て難しいですよね。そう、皆さんなんかやっぱりあのもやし炒めは好きなんですけど、ご家庭で作るとどうしてもぐちゃってなっちゃうので、うん、もう絶対失敗しないシャキシャキの炒め。あともやし炒めってどうしてもやっぱ水分が多いから、はい、味付けが多分皆さんみんな難しいと思うんですね、はい、あのちょっとオイーブンぼやけちゃったりね、はい、味がね。なので今回はちょっとピリ辛の担々風にするので、五十嵐シェフの担々って言ったらもう代表的なメニューの一つですもんね、うん、そうですね、やっぱり中華だならなんで、もやし炒めも担々風にすると美味しいってことに気づいたんです、うん、はい、次豚の細切れですね。ちょっともやしに絡みやすくするためにざっとでいいので、はい、粗みじんまでいかずにちょっとねこのぐらいザクザクザク切りにしていただけたらと思います、はい、そして今回シャキシャキにするもやしの炒めのシャキシャキにするポイントが油、はい、うん、サラダ油をもやしに軽くコーティングさせる。へえ、何ですか。これをするとあの程よく水分が残るのでシャキシャキになるの。これやるだけでね全然違います。へえ、そうなんですね、うん。中華炒め物は炒める順番が大事なのでしっかり順番を覚えておいてほしいです、はい、じゃあまずごま油で豚肉を炒めていきます。これカセットコンロで強火だから、まあ、家庭だったら中火でも全然問題ないと思います、ね、みんなもやし炒めて結構ね家で作る方が多いと思うんですけど、もやしね安いし値段もそこまで上がらないので、はい、でお肉はしっかり火を通してあげてください、はい、半焼けとかするとやっぱりあのアクが出て生臭くなっちゃうのでここはしっかり炒めてあげてください。ニンニク、生姜、豆板醤入れてお肉に味付けをしてあげますね。もやしを炒める前に、そうやっぱり全部スープとか全部入れた後に入れるんじゃなくて香りを作ってから炒めていくっていうのがねポイントになるので、なのでお肉をしっかり炒めたら鶏ガラスープです。スープを入れてここにさらに美味しくなるポイントで私のおすすめ紅生姜、うん、あのお酢がねあのタンタンごま風とかだとお酢を入れることが多いと思うんですけど、ここでね紅生姜を入れるとアクセントになるので紅生姜おすすめです。そしてすりごま、なんかここにごまが入るからね担々風って言いますけど、そしてお醤油で、ここを必ず沸騰させたい。しっかり沸騰してきたら先ほどのこのオイルコーティングしたもやしを入れます、はい、信じられない。そして蓋、はい、信じられない。もやし炒めってこうやってやっぱり普通に炒めてっちゃうと、はい、どんどん水分が出てクタクタになっちゃうので、はい、先ほどみたいにオイルコーティングをして蒸し焼きみたいにするとシャキシャキに上がるんですよ。で大体もやしだと1分ぐらいかな、しかないかな、今1分ぐらい、大体蒸気が出てきたら大体水分があの蒸発してきて程よく入ってるので、そしたら今度はここから炒めます、軽く。もうほらシャキシャキで美味しそうでしょ、うん、こういう風に炊き上げて軽く炒めて全体を混ぜ合わせればもう出来上がりですよ。こんな簡単にできたんだよ。いや美味しそう。
そしてここに青ネギをちょっと散らしていただいて、お好みでラー油です。そう、はい、完成。本当に美味しくて、ごま風味だからお酒が進むし、またね、紅生姜がいいお仕事してるのよ。